い、というわけで朝のディズニーシーに着きました。7時ぐらいですね。で、まだねゲート前なんですけど、今から手荷物して中入るんですが、まあやっぱりディズニーシーのハロウィン初日はまあこの時間帯っていうのもあると思います。思ったより待ってる方少なめで、まあ、この手前ぐらいだったら全然一般入場でもソアリン30分とか40分とかじゃないかな。トイストーリーマニアも30分40分待ちだと思います。7時前やっぱりいいね。で、一番奥がアーリーで入れる方で、もう並んでる方がちょっと多めですね、一番右側で。今日はディズニーホテル宿泊していて連泊で、前日もディズニーホテルアーリーでスプーキーブーパレード見ていて、どうしてもそのスプーキーブーパレードが暑さでキャンセルだったんですよね。で、どうしてもやっぱりアーリーで、今アーリー券はあるんですよ、連泊なので。で、ディズニーシーのワンデーチケットを持っているんですが、ランドのワンデーチケットもちろん宿泊していたらね、ホテル枠で買えたので、もう今日はランドシーはしごで行きます。で、シーに関してまずランドのチケットちょっと追加で買ったので、ホテル枠で。で、アーリー券ももちろんあるんですけど、本来はシーをアーリーで入ろうと思ったんですが、スプーキーブーパレードの ディズニープレミアクセス買いたいので、もうこのままちょっと知り合いと最初にもうランドホテル前で待ってたので、こちらへ向かいましょうかね。もうランドに一旦向かいます。なのでアーリー券を2日連続ランドで使うっていう。そう、こっちでまあアーリー券使ったら、まあ前もねパーク一周結構遡ったら分かるんですけど、アーリーグリーティングとかやっていたりとか、まあやっぱりソアリンとトイストーリーマニアが短い待ち時間に乗れるのがメリットだと思います。なので一旦私はハッピーエントリーでランドに入ったらもう一般入場しかできないんで、Cに戻ってきます。まあたまにはね開園時間のCの平日の状況もちょっと見るのもいいし、いつも開園前でしか撮ってないんで、このまま戻ります。はい、というわけで現在もう入園した後なんですけど、スプーキーブーパレード撮れました。で、撮れたんで DPA の1の B でしたね。アーリーで2列目だった2番目かな2、3番目だったんですけど、それでもエリア A じゃなかった。そして C へ向かいたいんだけど、どっから出ればいいんだろう。のパーク一周ってタイトル内にランドが入ってるのが面白い。ここか出口、やっと出れた。でもやっぱり8時半だとここまでは伸びきってるね。ここまで入ってるもんね。はい、というわけで8時30分、1時間30分前に来た時には本当にゲートの前方で待ってたのに、やっぱり開園時刻じゃないか、開園時刻9時だけど、だいたい入れるのが8時半なんですよね、一般は。ハッピーエントリー8時15分なんで、金曜日っていうのもあるけど、8時半に来るとここからなんだ。これだともう多分入園するとき、まあここからだと多分30分かかります。9時入園だな、これ。というわけで今ね9時5分ぐらい、やっぱり体感30分ぐらいでした。まあ約35分で、このサウス側のタワーオブテラが見える側で、車椅子とかベビーカーのレンタルは全然混んでないですね。
やっぱりさ、あの7時に来てた時ってもうエントランス前方だったんで、多分ソアリンとかトイマニがまあアーリーでだいたい30分ぐらいだったから、いつもねアーリーで利用するとまあ40分ぐらいで利用できて、今出てきた感じじゃないのかな、7時に開園待ちできてたら。まあやっぱり朝を制する人がやっぱ有利だなって思います。8時半だとこんな並ぶんだね。いつもやっぱり7時半とかには来るんで、まあやっぱりね、前乗りできる人はやっぱ前乗りした方がディズニーはいいですよね。まあスタンバイパスとかもですけど、でこの右側ではまあいつもねパーク一周で行ってるんですけど、あのミッキーかミニーちゃんどちらかキャラクターランダムで、あのプラザの衣装、白色の衣装ですね、グリーティングしていて、あ、今ミッキー出てきてる、ランダムなんですけど、これね公式アプリに運営時間書いてありますので、ぜひ利用してみてください。こんな感じです。そしてお、結構変わったね、だいぶハロウィンらしくなってる。いや、ティンカーベルがあれだ、あの魔法、魔女になってる。ちゃんとバナーも変わってるし、なんかちょっと執念っぽい感じですね、デコレーションが。おお、ここもなんかかぼちゃとかが出てきてる。ちょっと今回頑張ってるね、デコレーションとかこのフォト系も。あ、ここの絵もハロウィンなんだ。やっぱハロウィンとクリスマスはね盛り上がるんで気合入ってますね。めちゃめちゃ気合入ってる。あとあれだ、ショップがスタンバイパスやってますね。皆さんあのショップスタンバイパスやってるので、欲しい方、まあ多分1週間、この1週間ぐらいだと思いますけどね、あのアプリから取得できます。多分ね、前のパーク一周見てもらったらダッフィーのグッズのショップのスタンバイパスの取り方と一緒なので、まあ、今回も省きます。私は特に利用しないです。あとはマンマビスコッティーズベーカリーも朝やっぱ朝食が置いてあるのかちょっと待ち列できてるのと、あとはハロウィン始まった今日初日なんで、最初にね12時から確かレッツセレブレイトウィスから、あの40周年のハーバーグリーティングで、その次にハロウィンのハーバーグリーティング、また40周年のハーバーグリーティング、そして最後にハロウィンのハーバーグリーティングやって、19時半からビリーブだったはず。なので午後からハーバーグリーティングがスタートするんですが、本日初日でございます。見てください、ほとんど埋まっております。すごいね、みんなこれあと4時間じゃない、あと3時間待つんだ。まあ多分お友達同士で入れ替わりながらね、まあパレード待ちとかもみんな待ってると思うんで。そう、一人で来てるとさ、あの貴重品持ってあのご飯とか買いに行ったりとかすることできるけど、二人で来てたらどちらか外出できるんで、代表者ね、やっぱそこはいいよね。二人で来てた方がハーバーグリーティングとか、まあビリーブを自由席で待つとかもだけど、お父さんだけ待って子供たちとお母さんだけ外出するとかね。まあ、だけど初日なので列できてますが、全然あの多分1ヶ月ぐらいしたら落ち着くと思うので、まあ初日とかこだわりない方はあのゆっくりでいいと思います。今さ9時になったんで、アプリの待ち時間見たいんですけど、ちょっとトイマニ方面目指します。右側がソアリンなんですけど、ソアリンはもうミステリアスアイランドまで伸びてるね。ずっとちょっと見づらいと思うけど、ここ階段上がってぐるって奥までできております。ソアリンはだからさっきの本当あの朝7時だったら全然向かっていいけど、この時間はおすすめしないです。まあ、大体やっぱり8時前でもおすすめしないかな。7時半より前だったらまだギリと思うけど、ソアリンという間にもうこの時間だったら奥地がまだ空いてるんで、インディーとかレイジング、そっちに行くのもいいし、もうあとはとりあえず入園したら、今言ったショップのスタンバイパスや、あとアトラクションのプライオリティパスも無料の優先利用もやってるんで、まあ、インディージョーンズ、レイジングスピリッツ、シーライダー優先でいいと思います。そちらの取得をおすすめします。とりあえずハーバーを左に曲がってタワーブテラー見えてきましたね。トイストーリーマニアとタワーブテラーが近くにあるので、まあ、トイマニとか乗りたい方はやっぱ左から、まあ、お子様とかはですねがいいんじゃないのかなと思います。今日も30度超えてます。9月中旬入ったけど、10月までこの暑さは続くのかな。ちなみになんですけど、
多分9月はねこれで最後のパーク一周なので、ランドもシーもか、シーは先出すか、明日ねランド行くので、まあ今日たくさんレポートできればなと思います。という間に混んでそうだな。ダッフィーのグッズはもうスタンバイパスないっすね。普通に多分前の初日ダッフィーグッズ販売日初日はスタンバイパスやってたと思うんですけど、普通に入れます。ちょっと寄っていきます。問い間にずっとここ行けば行けるんですけど、ダッフィーグッズは初日だけでしたね、スタンバイパス。でもハロウィンのグッズは2日目もやってた。全然こんな感じでダッフィーのグッズは買えます。涼しいなというわけで、特に用はないので出ます。あ、でもまんまビスポーティーズ混んでたけど、ニューヨークデリは混んでないね。ハロウィンのスペシャルサンドがあるとこだ。結構甘辛でしたね。食レポとかいろいろ動画出してますので、ぜひよかったら過去動画もチェックしてもらえたら嬉しいです。あ、ここは40周年のバナーなんだ。全部ハロウィンに変わるってわけじゃないんだ。メディテレーニアンハーバーは結構ハロウィンのバナーだったんですけど、40周年のバナー撮りたい方はアメリカンウォーターフロント残っております。まあ、あとは11時半からですよね、初回公演。ビッグバンドビート行くのもいいけど、まあ、この前のパーク一周見て分かる通り、ビッグバンドビートはね全然最近余裕があるので、11時前とかでもいいんじゃないのかな。今日に関してはハーバーグリーティングもあるからね。私が行きたいのはこっちなんですよ、右側。フードトラックちょっと行きたいんだけど、トイストーリーマニアを逆に今さ8時半頃着いたとして、じゃあ今からトイマに行こうってなったパターンをちょっとシミュレーションしたいので、トイマに今行ったら何分なんですかね、見ていきましょう。まあ、逆に言うとこれ今日金曜日なんで、土曜日日曜日はもっと混みます。お、トイマに最後尾ここだ。うわ長っ。これは100行ってるんじゃない、110か90から110ぐらい。100、お、ビンゴ、100分前後。一応90から110だったけど、ってことはまあ大体1時間40分、まあ、1時間半並んで10分所要時間ってところですかね。でタワーオブテラーはまだこの時間帯だったら50、60ぐらいだと思うんで、まあ、タワテラ逆に行くのもいいと思いますよ。プライオリティパスじゃなくて、こっちはねディズニープレミアクセスの有料なので、まあいいんじゃないのかなと思います。それではここを右に曲がった、ウォーターフロントパーク、この前パーク一周したところが結構工事してたと思うんですよ。今日じゃないか、昨日からか、結構変わったので見ていきます。あんまり C は仮装してる人見ないな。ランドは結構見るんだけど、ここ何時なんだろう、フードトラック。おー結構変わったね。なんかビアガーデンみたいになってる。なんかここでさアトモスとかやればより盛り上がりそうな感じするけど、すげー。10時からなんだ、あと1時間ある。グリーティングとか行ってからまた戻ってこようかな。でも食べる系って感じないね。こっちは左はタワーオブテラー正面見て、左は飲み物系ですね。10時から8時、結構遅くまでやってるんだ。こっちが食べ物だ。こっちはベイクドルチェ、ちょっと甘めの食べ物っぽいっすね。10時から。あ、でももう結構金額しますね。900円だ。でも全然雰囲気変わりましたね。ここはハロウィンのバナーだ。おー結構デコレーション今回力入ってるね。本当にあとエンタメが寂しいぐらい。あ、マルフィーがいる。仮装の本日 C 初めての仮装者を見かけた。いやでも本来は C で撤車は入るべきなんでね。去年のランドが異例なので、なんか懐かしいね。去年ランドに撤車が出てきたのが、なんか言えばもらえるやつですよね。今日からトリックアトリート。あ、来た。ハッピーハロウィン、ありがとうございます。これ限定なんだ。ちゃんとハロウィン2023入ってるんですね。じゃハロウィン期間もらえるって感じですね。また来ます。
ありがとうございます。あとガーランドシールってもらえたりします？あ、今持ってないんだね。一緒にそこまで。あ、いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ハロウィンバージョンになってるので、ありがとうございます。しかも日付付き。ありがとうございます。それではちょっとこのハドソンリバーハーベストで秋らしいドリンクがあるので飲んで休憩していきます。かわいい。なんかつけてみてください。あと5分10分でオープンなんですけど、もう待ってる方いらっしゃいます。さてエントリー受付やるか。今日から2回目以降も、昨日から2回目以降も自由席が開放されています。ここ書いてますね。こちらの講演会外れても一部自由席ありますよって。おそらくね2階だと思います。でこの初回だけ1階2階ですね。当たるかな、どうしよう、どの階が一番いいかな。一番遅い階にしてみようか。最終回当たれ。あ、来た。ビッグバンドビート当たった。しかも C1 の位置ってめっちゃ良くない？はい、というわけでアメリカンウォーターフロント出て、今日はミステリアスアイランドからパークを一周してくる。今日はミステリアスアイランドからパークを一周するんですけど、リドアイルの後ろ側、キャラメルのフレーバー、ハロウィンのポップコーンバケットですね。かぼちゃのポップコーンバケット長いな。キャラメルのフレーバー、てかなんかさ、今日は小さなお子様が割と多いんだよな。金曜日3連休前だからかな。やっぱり金曜日ちょっと人が多いですね。 C もまあハロウィン初日っていうのもあるのかな。おそらくめちゃめちゃ滑舌が悪かった。とりあえずミステリアスアイランド、マーメイドラグーン行こっかな。それにしても今日も気温が30度超えてて本当に暑いです。なんか秋ってどこ行ったんだろうって感じなんか今年は春夏秋を飛ばして冬が来そうな気がするよね。いつまでこの暑さが続くんだろうと本当に思います。残暑がかなりあります。ゼランズの向かい側にあるウォーリフレスコスはテリヤキチキンのお取り扱い、テリヤキチキンレッグですね、お取り扱いです。ここにハロウィンのドリンクもあります。マゼランズも長らく行ってないな。マゼランズソアリンはようやくちょっと列が短くなってきてますね。
時間だともうここまで列ができるので。それではミステリアスアイランド入りました。センターオブジアースの待ち時間見ていきましょう。センターオブジアースはディズニープレミアアクセス有料の優先利用対象で、通常スタンバイだと75分待ちで案内中です。いやー暑い、暑すぎるからこういうミストが嬉しい。餃子ドックが下にあるんですけど、ちょっと待ち列伸びてますね。ただ俺暑くて餃子ドック食べたいってなんないな。冷たいものが食べたいな、どちらかっていうと。それではこのまま海底2万マイルの待ち時間見ていきます。またミステリアスアイランドの入り口に戻ってきた。海底2万マイルは何分だろう。おお、ちょっと混んでるね。40分待ち。2万マイルが40はちょっと長いな。プライオリティパスがこう右側で、左が通常スタンバイです。11時前の時間帯なので、ボルケーニアレストランも特に待ち列なくてすぐ入れます。ありがとうございます。どうも。あとはポテトチュロスですね。デミグラスチュロスのポテトも列できてない。じゃあこのままミステリアスアイランド出てマーメイドラグーン入ります。いや、すごい視聴者様でしたね。いつもありがとうございます。全然待ち列並んでる時以外でしたら撮影中でも声かけてもらうのも OK なので、はい、お待ちしてます。声かけたかったらね、もうお任せします。お声掛けはミステリアスアイランド出てマーメイドラグーンに入るんですけど、マーメイドラグーンのここのポップコーンワゴンも混んでますね。ここなんだろう。ここもキャラメルだ。キャラメルでジェラトーニのポップコーンバケット取り扱い。ここはほんとさ、アリエルのグリーティング施設だったんだけど、何になるんだろうね今後。いつもありがとうございます。すごいみんなね、今日なんかさ、男性にめちゃめちゃ声かけられるね。嬉しいですね。ありがとうございます。もちろん女性の方も嬉しいですよ。でも同性としてはね、同性のファンの方めちゃめちゃ嬉しいんでテンション上がります。すごい、いきなりすぎてさ、面白かった今。いや、ありがたいっすね、こう声かけてもらえるって。それではマーメイドラグーンの中入っていきましょう。はい、というわけでマーメイドラグーンの中、アンダーザシー入りました。この前来た時と違って、やっぱりマーメイドラグーンの中もゲスト多いですね。やっぱりあの時ってさ、夏イベ終わる前プラスダッフィーのグッズ販売日だったから、まあダッフィーのグッズは販売日だったけど、夏イベ終わり前だったからか空いてたんだろうね。まあハロウィン今日初日なので、マーメイドラグーンの中ゲストが多く感じます。ジャンピンジェリーフィッシュ20分待ち、ワールプール20分待ち、フローフィッシュバルーンレースは30分待ち、今マーメイドラグーンシアターは休止中で、まあ、前ねマーメイドラグーンシアターを利用したことがある方ならわかると思うんですけど、この扉の前で立って皆さん待ってましたよね、マーメイドラグーンの中にシアターに入るので。今このマーメイドラグーンが、今このマーメイドラグーンシアターが休止の関係で、ここがね夏から休憩所になっています。ベンチがめっちゃ増えてる。他のちょっとテーマパークだけど、西のテーマパーク行った時も結構ね、室内で待てる場所って多くあって、どこだったかな、なんかトゥーンタウンと同じような子供向けのエリアの
中に大きいね施設系があって、大きい施設の大きい屋内施設があって、そことかはもう小さい子向けのアトラクションとか自動販売機とかあったり、結構休憩できるようになっていましたね。まあ、でもやっぱりディズニーシーって結構道も複雑だったりして、結構ねランドに比べたら歩きづらいんですよ。まあ、ベビーカーとかちょっと押しづらかったりするんですけど、まあ、ちょっと足が疲れたり休憩したいなって思った時、まだ10月まで残暑が続くみたいなので、セバスチャンのカリプソキッチンを持ち込むのもいいし、マーメイドラグンシアターの待機所は今休憩として使えるので休むのにもおすすめです。セバスチャンのカリプソキッチンも今ちょうど11時の時間帯なんですけど、少し列ができています。まあ、見た感じだいたい15分から20分ぐらいでお会計できると思います。それではいつも通りマーメイドトレジャーで今売っているカプセルトイを見ていきます。マーメイドトレジャーはミニフードチャーム1回400円です。マーメイドトレジャーで売ってるんだ、モコモコ系のグッズ、カチューシャとかショルダーとか、あとマフラーとか。これまだ暑いけどね、30度だけど、あと2ヶ月したらクリスマスなんですぐ売り切れるんでしょうね。カチューシャとかこのハットも可愛いですよね、モコモコ。それではアラビアンコースと向かう前に、現在マーメイドラグーンのエリアのフランダーのフライングフィッシュコースターは休止中になっていて乗ることできないのでご注意ください。それではこちらからアラビアンコースト入りましょう。アラビアンコーストのカレーのフレーバーはドナルドのバケット。全然列できてないですね。今日は暑いからかフリーグリーティングも見ない。全然こうエリア移動してるけど、うわーマジックランプシアターも多いな。マジックランプシアターは現在プライオリティパスなしのスタンバイだと30分待ち。マジックランプシアター隣のカリー屋さん、カスバフードコートもすぐ入れます。やっぱり平日の昼ご飯の時間は全然入れますね。これがまたさ、クリスマスとかになってくると混むんだよね。ただ、まあ、チケットが値段が上がってるじゃん。それがちょっと読めないよね今後ね。あのチケットがね値段が上がるとすいたんでね、夏びっくりで、逆にチケットが安い平日に家族連れが分散してうまい具合に価格変動性が輝いてるというか、ね、ちょっと読めないんですよね。今年のハロウィンもいよいよ来月から10月からチケット値上げなんで、どうなるやらって感じです。アブースバザールも現在レギュラーグッズの景品が品切れで40周年に変わっています。アブーズバザールも見た感じこう右から左に来てお会計してなので、あとまっすぐだいたい30分ぐらいじゃないのかなと思います。確か1回700円だったはず。シンドバッドの向かい側からちょっとね横にあるところ、オープンセサミもチャイシュガーのチュロスですけど全然列できてないです。ちょっと曇りになってきて暑さがちょっと軽減してきた感じするんですけど、でもやっぱ風がないからかちょっと暑いな。シンドバッドは10分ですね。10分待ち。ジャスミンのフライングカーペットも10分待ち。それではこのままロストリバーデルタ入りましょう。
はい、というわけでロストリバーデルタ入りました。レイジングスピリッツは45分待ちみたいです。プライオリティパスあればすぐ乗れるけど、スタンバイだと45分待ち。あとはお一人様で来てる方はシングルライダーもレイジングスピリッツとインディージョーンズのみ実施しています。まあ、複数で来ていても一人の相席で乗るんで、シングルライダー一人で良ければ待ち時間軽減もできますね。そしてレイジングの横のチキンが長いな、スパイシースモークチキンレッグ。これはね、ミゲルズエルドラドキャンティーナでも売ってるんで、ここで買うよりもミゲルズ行っちゃった方が早いですね。またミゲルズエルドラドキャンティーナ、この前パーク一周で行ったところです。今ないんだっけ、ダッフィーのメニュー、秋メニュー始まったからかな。結構列長いんすよね、こんな感じで。それにしてもちょっと混んでますね、ロストリバーデルタ側は。今日は普通に3万人はいそうだな。ただ土曜日並みにはいないんで、3万3000から5000ぐらい、5000はいるかいないかじゃないかな、6000、3.5 前後と予想してます。待ち時間見ながら。そしてここのユカタンベースキャンプグリルもインディージョーンズとドナルド、インディージョーンズとドナルドが発掘してるイメージだよね、遺跡を。そういうメニューもあります、ユカタンベースキャンプグリル。10月から変わるのかな、今9月30日までのメニューだったはず。今11時20分か。インディージョーンズは45分待ち。こちらもプライオリティパス対象アトラクションです。スタンバイ45分。インディージョーンズのメニューだったら今45分前後でご案内となっております。あとはインディーの向かい側にあるユカタンソーセージドッグもちょっと列が長いです。グリーティングトレイル、ミッキー40、ミニー35、ドナルド35分待ち。こちらはスタンバイのみですね。本日はディズニーシーエレクトリックレールウェイをご利用いただきありがとうございます。安全のため走行中は立ち上がらないようお願いします。それではボートディスカバリーからアメリカンウォーターフロントの活気あふれる街ニューヨークへの旅をお楽しみください。1日から始まった10月31日まで40周年をイメージしたスペシャル膳を今日は食べていきます。それではメインいただきます。まず松茸の土瓶蒸しをちょっと味見たいな。あ、すっごい、なんだろうこれ、出汁がめちゃめちゃ美味しい。すごいさっぱりしてるね。醤油だと思う、多分薄口の醤油かな。松茸の味ってさ、伝えるのすっごく難しいよね。やっぱ食べた時のあの食感がちょっと独特的で、やっぱり癖になる感じがあってすごくいいよね、松茸。お出汁が本当に濃いから、すごい味が、松茸がね、すごい染み込んでるように感じます。カニのお肉がご飯の上にたくさん乗ってます。いただきます。え、めっちゃうまい。あのカニだけじゃなくて柚子風味になってる、すごいさっぱりしてる。やばい、幸せ。
幸せな味カニだけでも幸せない、まだ和牛様に触れてないっていう、和牛様いただきます。ラーメンね、キャストさんからもらいました。それでは約1時間前のハーバーグリーティングに来ました。なんか結婚式のあれかな、すごい人がたくさんいる。あと1時間でハーバーグリーティングなんですが、リドにしよっかな。いつもリドアイルで見てるんですよね。リドアイルのこっから見てもいいし、ザンビーニから見よっか。悩むな。リドアイルは全然まだ空いてますね、ここ。ちょっとでも立ち見も待ってくるかな。リドはまだ見やすいところが結構残ってた。あ、でもこれやりそうだな。曇りだからできそう。初回この天気ならいけるけど、いやー行ってないか。やっぱこの辺が見やすいかなとは思ったんだけど、全部サイド埋まってますね。ちょっと厳しいかな。まあ、あとはここから見るかか。ここもいいけど、いやここも全部取られてますね。やっぱり1時間ちょっと切ってるっていうのもあるので、ミッキー広場ももう3列目ぐらいですね。こっちの右サイド側もダメかな。右サイド側も空いてないか。やっぱここも埋まってるね。とかいいなって思ったけど、全部埋まってる。1時間前だと。皆様にお知らせします。あと15分でメディテレーニアンハーバーにおいてディズニーハロウィングリーティングが始まります。ミッキーと仲間たちが何やら不思議なパンプキンと一緒に皆さんと楽しいハロウィンを過ごそうとやってきますよ。合言葉はトリックオアトリート。楽しく踊ってハロウィンをお祝いしましょう。 Welcome everyone to Tokyo Disney's ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。すごい、ありがとうございます。ぜひ皆さん座ったままでも大丈夫ですので、動かしていただいて、はい、ご参加の方お願いいたします。ではまず最初ですが、トリートダンスの方からやっていきたいと思います。皆さん準備はいいですか？はい、ありがとうございます。まず右手を空に指さします。はい、今度は両方の手、指さした手を上から下に下ろします。これがトリートダンスのスタートの合図になります。はい、次はパンプキンを作ります。トリートダンススタート。パンプキン、笑顔でおしゃべり、嬉しいな、嬉しいな、ペロペロキャンディーもらったよ。はい、また出てきました。嬉しいな、上、右、左、下、上、右、左、下、上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 、下、下、おもてなし。はい、どうぞ。もう一度。はい、どうぞ。ハッピーハロウィーン。ハビです。キラキラ。
出てるのかな。高気温のため内容を変更してお送りしました。この後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。 We hope you enjoy Disney Halloween Greeting. Due to the high temperature today, this performance was presented in an alternate version. And now, please enjoy the rest of your journeys here at Tokyo Disney Sea.はい、ということでシーライダーじゃないとポートリスカーは着けました。シーライダー伸びてますね。60分待ち、まだね片側だけしか動いてないんで、やっぱり待ち時間伸びやすいです。まあ、今日ねほんとちょっと入ってるからプライオリティパス取れても2枚ぐらい。シーライダーの進みが早かったかな。ちょっとで、ね、ちっちゃい子が回転をしてました。アトラクションかな。アクアトピアを見ていきましょう。アクアトピア15分待ち。よし行こう。それではケープコット入っていきます。でもなんかねちょっと天気が怪しくなってきました。前パーク一周した時と一緒だけど、もう前パーク一周した時と違ってダッフィーのグッズ、あ、最初も言ったと思うんですけどめっちゃ噛んじゃった。もうここのアントベックスビレッジストアも普通に入店したい時入れます。でレストランもダッフィーグッズのスーベニアはもうスタンバイパスやってないので、ケープコットクックオフも普通に入れます。シェリーメンも空いてるね。30分待ちだ。動けないんだよね。何もアトラクションもよ。ディズニープライプレミアアクセス持ってる方とか、タワーオブテラープライオリティパス持ってる方とか、グリーティングは施設内のシェリーメンやってるけど、シーライダー並べるんだ。70分グリーティングはやってないね。止まった。レイジングも止まりました。そういえば見忘れてた、タワーオブテラーメモラビリアで今売ってるカプセルトイ見ていきます。タワーオブテラーメモラビリアはエコバッグ。17時10分前後、ようやくビッグバンドビートが、あとちょっとしたらビッグバンドビート入れるんですけど、雨が止んできました。そして昨日からビッグバンドビート2回目以降自由席があって、もう並んでる方多数いますね。この右側に待ってる方は2回目公演のビッグバンドビート待ちです。すげー雰囲気が出てる。ビッグバンドビート終わりました。ちょうどねフードトラックもすごい列できていて、ちゃんとこのテーブルがね使われているのがいい感じにハロウィームードです。
今日は17時頃まで雨だったので、ちょっとね、ビリーブシーオブドリームスの街の状況が読みづらかったんですけど、もう今18時前後だと約1時間30分前、もうこの自由席のリドアイルの後ろ側とか、やっぱりいい場所は1時間半前だとないんで、やっぱりもう17時ぐらいが場所取り、いい場所はいいんじゃないのかなって思う。まあ、2列目とかでよかったら1時間半前でも良くなってきたかなって思います。今日は路面が濡れてる関係で、ビラドナルド前は普段はね座り見なんですけど、ここも立ち見に変わってるみたいです。ただそれでもやっぱり1時間15分前だと後方ですね。1時間ぐらい前でディズニープレミアクセスの一番利用しようと思ったら、もうハーバーサイドテラスは3列目からだね。ちょっと後方寄りだな。というわけでディズニーハロウィン初日の東京ディズニーシーに行ってきました。いつも撮る退園した後にピクニックエリアがあるんだけど、もうそこがね雨でびしょ濡れになってて、椅子が。今日はお部屋からエンディング撮っているんですけど、とにかくハロウィン始まったんだけど暑かった。やっぱり今年の夏は暑さがすごいあって、おそらく10月も残暑があると思うんですよね。で今回9月に入ったからってモバイルファンとか首にかけられるファンとか持ってこなかったんですけど、もう開園待ちの時に日傘さしてるだけでも風がなくてすごい暑くて、タオルと汗拭きシートでいっぱいいっぱいだったので、9月のディズニーハロウィンに関しては暑さ対策は入念にしておくこと、あとは今日はディズニーハロウィン初日で金曜日の3連休前だったので、平日にしてはちょっとねゲストが多かったです。ずっとソアリンとトイストーリーマニアが100分前後、センターオブジアスも70から90とか、まあプレミアアクセスがないアトラクションは5分から30分前後、プライオリティパスあるアトラクションでも60分以上、45分から60分ぐらい、平日にしてはやっぱり入っている方でした。朝から入ってプライオリティパスも2枚から3枚ぐらい取得できるんじゃないのかなって感じました。シーライダーが一番早かったかな、なくなったの。シーライダー、インディー、レイジングって順で人気でしたね。まあ、あとやっぱりこの暑い中でシーのハロウィンのハーバーグリーティングやってくれたのは嬉しかったですね。ぜひこれからディズニーシーに行く予定の方が、ハロウィンのパーク内の情報だったり、実際に現地に行かないとわからない情報がこの動画でうまく伝わっていたらすごく嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。X、Instagram、TikTok、言えた。3つね、SNS やっているので他の SNS のフォローもお待ちしております。それでは、バイバイ。あとね、ちょっとで、ね、X が2万5000フォロワー行くんですよ。X のフォローもお願いします。